どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングドン、平井大さんの Stand by me, stand by you。 こちらの曲、このウクレレにぴったりです。これね、ほんとこうゆったりゆるーくやるにはもうね最高だと思いますよ。この曲大いに歌っていきましょう。はい、みんなでウクレレで弾きましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンはコード5個。やったー。はい、後半のかっこいいバージョンはあの独特のグルーブ、この体がこう思わず動いちゃうような、そんなリズムを出せるようなかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけどやる方がもっと最高。これから音楽を聴くからやるに変えませんか。はい、この今ご覧くださっているガズレレではですね、どんな方でも、本当に楽器触ったことないとか私音楽はダメなんですという方でも、あれよあれよとね弾き語りができる、そんなプログラムがあります。そのプログラムを見てるだけでどんな方でもすぐできますからね。はい、じゃあここにリンクあります。ちょっとウクレレ興味あるなという方、ここから始めてみてください。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしてるレッスン動画がすでに1400曲ぐらいもアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えてみませんか。はい、それでは今回の曲 Stand by me, stand by you、 まずは超初心者さん向け簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4。 今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、気づけば君の手の中で寝てた。いつくる寝てた僕、君は決まっていかつスピードサイン、やっぱり君に分かってないみたい。探していた仕上がって、もう一人は永遠のプリンセス、二人は生まれ変わってもまた一緒になろう。 Baby stand by me, I will stand by you, I will stand by you baby, I will stand by you. Baby stand by meさんのスタンバイミスタンバイユーガズレレレシンプル簡単バージョンやっていました。簡単バージョンは簡単バージョンですけど、やっぱり歌がですね、やっぱりもうすごいですよね。あの平井大さんの世界観、これはですね、もうよっぽど聞き込まないとあんな感じで歌えないです。まあ僕ももうこうすごくこう聞き込んでですね、この言葉のムードをねこう捉えてやってみた。ここがね、このやっぱ平井大さんのもう醍醐味ですから、歌がやっぱりね。コードはねシンプル簡単コード、今見ていただいて分かったと思うんですけどね。はい、思いっきりやっていきましょう。そして今のは聞いていただいて分かったように、あのガズレレオリジナルショートカットアレンジになってますんで、フルコーラスやってみたいなという方、2番のこうコード進行か書いて、歌詞を書いてね、オリジナルの楽譜を書き出してください。そして今やったねシンプル簡単バージョンなんとか一緒にできたよという方、その次はですね、今度はご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。その時に、ね、何か見たり、いずれ覚えちゃうのがいいんです、いいと思うんですけど、プリントアウトしたものを見たりするのがいいと思うんですけど、その時のね参考になるように、ガズがですねいつもこんな感じでノートをね
この画面にシェアしてます。はい、こんな感じです。これを見ながら今ガズの演奏したんですけど、今ですね、このサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのはね、どんなことかというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた平井大さんの曲を含む、今までガズレレで取り上げてきたもう膨大な数のノート楽譜の中から、毎月5曲が皆さんの手元にダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございます。はい。で、そのね、ガズクラブで楽譜の5曲のダウンロードの他にもいろんなコンテンツがあるんですよ。それね、目玉はですね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信なんです。実は今月もあるんですけど、ちょっとその前に告知。11月11日は1が4つでガズレレの日ということです。このイベントをオンラインで開催してます。こちらのイベントに関してはどなたでも参加 OK。これね、絶対体験して方がいいです。はい。どんだけそのガズレレのオンラインライブがね、面白いかがめっちゃわかると思いますんで、はい。プレゼントも盛りだくさん、こう記念日ですからね。11月11日はガズレレの日ということで乾杯タイムなんかもありますんでね。ぜひ皆さんチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますね。この11月11日は。はい。そしてこれはみんな参加できるんですけど、さっきの元の話を戻ってガズクラブだとですね、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これもね、いつもテーマが決まってて、もう世界中から参加してくださる、めちゃめちゃ盛り上がるイベント。あとはそこに非公開の SNS 買って、そこで皆さんの演奏動画をアップロードしたり、僕がいろいろテーマを持って喋ったりとか、あとはね、ガズのね、ラジオ配信朝7時から、爽やかですよ、やってます。そんな感じでね、もりもりガズクラブ活動広がってますんで、ぜひ皆さんご検討ください。それではノートを移してまいりましょう。ドーン。はい。これいきなり歌から入るんですけど、ちょっとこの言葉の多さですよね、びっくりしたな。まあほぼラップとは言わないですけど、流れるように言葉がバーッとこう紡がれていくんで、ここのね、歌をね、リズム通りに歌うっていうのがまず最初の、難関だと思いますね。コードはこのように簡単です。はい、そういうわけでございます。はい。で、これ今パッと映すんで、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを映していただくか、あるいはガズクラブでこのノートのスキャンをゲットしていただくというのもいいかなと思います。とりあえずこれを見て ご自身で歌ってみるっていうのがいいと思いますね。はい、これガズレレオリジナルアレンジで1番のサビをやった後感想を入れて、でここのちょっとおとなしくなってサビの2をやって、3をエンディングのレビースタンドバイミーを繰り返したというオリジナルアレンジになってますんで、そこのところご了承ください。これコード進行をね、ピックアップすると本当に原曲に近い感じでできると思いますんで、もし原曲通りにやってみたい方はこれを拾って、構成を作り直してみてくださいということになっております。はい、そして、こういうところ下にくるっと囲ってるやついつも言ってるんですけど、かっこいいバージョンでこのくるっと囲ってる下のコードを弾きますよということです。そしてここにもね、これガスペジオって書いてあるんですけど、アルペジオか、アルペジオって書いてあるんですけど、これはね、後半のかっこいいバージョンでここ16ビットアルペジオで弾こうっていう、ちょっとこういうふうに書いてあります。はい、じゃあ出てくるコード解説。この赤く囲ってるやつは後半へ出てくるかっこいいバージョン。今やったシンプル簡単バージョン、この5つですね。 C と Am と F と Dm と G7、 この超絶入門コード5つですよ。これは良かった、5つ。はい、それでも一応シェアしたいと思います。ドン、ガズレレ必須コード、これ覚えてください。ガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようかなと思っている人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、超簡単ですよ。入門コードのグループなんですけど10個あります。10個ワールドかと思うかもしれないけど、1個ずつは超簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、ガズがめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画ここに貼っておきます。これはですね、必見です。10個のコードを覚えてください。この動画だったらあっという間に覚えられて楽しいですよ。はい、その中の今日5個出てきますからね。はい、もりもり歌っていきましょう。で、ここからかっこいいバージョンの解説の字が入っていく、その前に、いつもこのタイミングで私が言いたいです。4つ弾きで、まず、この4つ弾きの歌をね、しっかりこれ歌える。これができてからかっこいいバージョンに行った方がいいと思います。今度は、今日は君の寝顔を見てか、眠るって決めていたのに、このね、言葉のタイミングをスコンスコンとこう入っていかないと、このからかっこいいバージョンで、やっぱね、さらにね、ごちゃごちゃってなっちゃうんで、まず4つ弾きで歌をしっかり歌えるようになってから、この後のかっこいいバージョンに入っていきましょう。そういうわけで、こっからいきますよ。かっこいいバージョン、スタートします。はい、かっこいいバージョンでコードが1個追加になります。これですね、Fマイナーということ。これはね、初心者様がまず使うコードで有名ですけど、一応さっと解説。押さえる場所は、ここと、ここと、ここだから、こんな風に押さえるのが教科書通りという感じです。ガズさんの場合は、ここの場合、ここの押さえる場所を親指でグッと握っちゃいます。これどっちでもいいと思います。押さえやすい方で無理がないようにお願いします。親指で押さえる方は手首上、はい、人差し指で押さえる方は下にみたいな、そんな風な、使い分けがいいと思います。この F マイナー1個渋く追加になってまいります。そしてこの曲のやっぱり肝はですね、グルーブです。グルーブって分かりやすく言うと、まあ乗りやすいリズムということですかね。はい、これをねやっぱ表現したい。出てくるビートはこの3つ、ドン、16ビートと16ビートのチャと16ビートのアルペジオということになって、結局16ビートだなっちゃう。まず基本的な16ビートっていうのはこんな感じですね。じゃん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 、これをガズレレでは基本の16ビートと言ってます。じゃん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 、はい、ここにチャが入ると
のアルペジオっていうのは一回サビやって間奏やって戻った後のちょっとおとなしくなる子で、優しくね、ここの場合はちょっとイメージなんですけど、ちょっとこう伸ばしながら、こんな感じでも緩い感じでもいいかなというふうに思うので、ちょっとね、演奏の方でご確認していただくんですけど、この3つの弾き方のね、ご紹介、ここに貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚。その中からそれぞれの動画、専門動画が上がってますからね、濃厚にレッスンしてみましょう。で、これストロークっていうのは一応今日16ビートと16ビートのチャっていうのがあるんですけど、これね、元はね、やっぱり基本になる8ビートというリズムが基本なんですよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。これができるようになると、次16ビートってステップアップできるんで、まずはね、このストロークをやったことない方は、8ビートからやってみてください。16ビートのアルペジオも結構難しいんでね、こう慣れがやっぱり必要になると思いますけど、でもだからこそ、それを獲得するときをこう楽しみながらやってみてください。そして曲の中で一箇所このマーク入ってきます。このマークはシンコペーションの合図だよというガゼレオリジナル表記ですよ。他の楽譜では出てきませんからね。リズムが前にスコーンと食い込んでくる。どこで出てくるかというと、B メロのね、サビの前だね。つまり、ちょっとやってみましょう。がしていたんだずっと、もう迷わないここが始めよう。わかった。はぁのところにはスコーンと食い込んだ F の前です。もう一回、もう迷わないここから始めよう。ここです。こんな感じでスコーンと前に食い込んでいく。これ一箇所だけなんでね、ここはもう決めですね。はい、バシッと決めていきましょう。そして今日一番キーポイントとなる難しいところはですね、一回サビ終わって、間奏を言って、16、ちょっと優しくなるサビにまた戻るんですけど、そこの、途中のところです。ちょっとやってみると、75分の一人と、一人が出会って、ここ16ビートの、家族になり、あ、ここ、ダン、ダン、ダン、スタン、D マイナー、C、F、ちょっと溜めて G7。これはなんかフレーズですね。ダン、ダン、ダン、スタン、口で言うと、D マイナー、C、F、チャッ、G7。こんな感じ。これしかも歌が入りますから、これ結構難しい。ちょっと歌の中でゆっくりやってみると、家族になり、愛深めと知ると、ありきたりな話さ、一人は、こんな感じ。だからこれ歌いながらこれ弾くのめっちゃ難しいです。ダンダンダン、ポタンです。ダンダンダン、トチャン。こんな感じ。ちょっともう一回やってみましょうか。これか。家族になり、愛深めと知ると、ありきたりな話さ、一人はここですね。ここちょっと難しい。ちょっとこだわりたい方はこの決めにもチャレンジしてみてください。その他はテロップの中に伸ばすとか止めるとかそういうの書いてありますんで、参考にしていただいて、ちょっとデモ演奏と合わせてご確認いただければと思うんですけど、まあこれはですね、このグルーブ、体をこうゆったり揺らす、脱力した感じ、一生懸命やる感じじゃないですよね。ちょっとこうリラックスして、ほんとつまびくような感じなんですけど、こう16ビートでふんわり感出しつつ、しかもこのキュンキュンな歌詞です。もうラブソング。まあもう本当にね、僕んちもこんな感じですけども、はい、そんな感じのイメージを持ってね、もうふんわり感、愛とふんわり感、最高です。ウクレレと愛とふんわり感、最高。はい、そんなのをね、噛み締めながらこれ楽しく演奏できればなと思います。それでは行ってみましょう。ライダーさんの Stand by me, stand by you, ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる !1,2,3,4 今日は君の願いを見つかない。眠って決めていたのに。手の中で寝てた行ってくるねと手を動く君は決まっていいか Just be a sign やっぱり君には勝てないみたい照らしていたんだずっともう迷わないここから始めようこれは当たり前のようにキスありきさりな朝一人は出来の悪いとこでもう一人はお手前のプリンセス男が夢見た出会った目に僕は生まれてきた Baby stand by me I'll be stand by youNo
不意に落ち家族になり愛深めて知るとありきたりなさ一人はできる終わりしやがってもう一人は永遠のプリンセス二人は生まれ変わってもまた一緒になろうベビーステイアンドマイミー I stand by youスタンバイユーガズレレリューかっこいいバージョンやってました。いやー素敵ですねこのグルーヴ。もうなんか本当この世界観あの幸せとこのウクレレの音色とこのゆるいリズムもうなんかとろけちゃいそうな気分になります。はい皆さん大いに歌ってまいりましょう。はいさっきもお伝えしたんですけど11月11日このイベント待ってますよ。概要欄にもね、リンク貼ってますのでぜひちょっとホームページだけでも見てちょっとご検討ください。明日平日夜ですからね、ちょっと早めに帰ってきてウクレレでこうバーン乾杯とかやるのもいいと思います。はい。そしてこの音楽をやる楽しみ、こんな楽しいことはね、なかなかやっぱないと思います。ぜひ皆さん、周りの方にもね、こうめっちゃ楽しいよとお伝えしてください。その時にね、このガズレレ YouTube もぜひご活用していただければと思います。チャンネルにいいねとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっとあの途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝あの、僕がラジオ配信したりしてるんですけど、あの、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん書く、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、このね、水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てる、この、信号機みたいな、この、赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレ、あっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあこれからも面白い、こう、ミュージックライブを、楽しい、あの、ミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから、音楽ですよ。楽しむ。これが真ん中にあって、音楽。素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。